こんにちは、eQuix です。この度は eQuix へのお申し込みありがとうございます。本日は eQuix の本登録操作についてご案内いたします。まずはじめに、お申し込みいただきましたメールアドレス宛てに仮 ID 発行のお知らせメールをお送りいたします。メールをご確認いただけましたら、メールに記載の手続き用 URL をクリックします。本登録用の手続き画面が開きます。画面中央の次へをクリックします。こちらの画面では、富士フィルムビジネスイノベーションの各種サービスの ID と eQuix の ID を統合いただける設定画面となります。お客様のご利用状態で操作が異なりますのでご注意ください。すでに電子請求や複合機サービスなど富士フィルム BI ダイレクトをご利用中の場合は、画面左側のご利用中のユーザー ID、パスワードを入力します。ご入力いただいた ID で、eQuix もログインいただける設定を行います。富士フィルム BI ダイレクトをご利用されていない場合は、画面右側の次へボタンをクリックします。ご利用されていない場合で、次へボタンをクリックした際、確認の結果が表示された場合は、お客様はすでに、富士フィルム BI ダイレクトのユーザー ID をご登録済みとなります。再度、どの ID で eQuix をご利用になるか選択します。すでにある富士フィルム BI ダイレクトの ID を使って、eQuix を利用する場合は、左側の欄へご利用中のユーザー ID、パスワードを入力します。または、富士フィルム BI ダイレクトの ID が不明、もしくは、新たに eQuix の ID を登録する場合は、右の eQuix のユーザー ID、本登録へ進むをクリックします。次に、ご登録後に利用するパスワードを設定します。ユーザー ID 発行の画面が表示されましたら、ユーザー ID とパスワードの設定は完了になります。続いて ID の設定を行います。次へをクリックします。ログイン画面が表示されましたら、先ほど設定したパスワードを入力し、ログインします。規約内容を確認し、よろしければ規約に同意するをクリックします。eQuix からのお知らせメールに関するご案内をご確認いただき、登録し次へをクリックします。最後に、初回のご利用にあたってのご案内をご確認いただきましたら、案内を終了するをクリックします。eQuix のホーム画面が表示されましたら、すべてのお手続きは終了となります。ご登録ありがとうございました。eQuix では、富士フィルムビジネスイノベーションのプリンターカートリッジや、機械を活かすコピー用紙など、充実の品揃えでお客様をお待ちしております。ぜひお気軽にご利用ください。ご利用に際しご不明点などございましたら、eQuix サポートデスクまでお気軽にご相談ください。今後とも eQuix をよろしくお願いいたします。